こんにちは、こんばんは、ねむねむボーイのひなりです。はい、今日はですね、春のルックブック4コーデをご紹介したいと思います。イエーイ。本当は今日たくみくんとね、一緒にカップルのルックブックを撮ろうと思っていたんですが、なんと今絶賛二人とも体調不良中でございまして、私の風邪みたいなのがたくみくんに移っちゃって、私も声今ガサガサなんですよ。わかるかな、鼻声なのわかるかな。なんか多分だけど花粉とかホテルでの乾燥だとか、なんかいろんなものが相まって二人とも絶賛体調不良中なんですけれども、私の方がまだ元気なので、私一人で今回はご紹介していきたいと思います。で、一人だと寂しいので、むっちゃんが一緒にいてくれます。ちゃちゃーん、ありがとう。よろしくね。よろしくお願いします。詳細をお伝えしておくと、私の身長は158センチの、43キロ、骨格がおそらくウェーブ、パーソナルカラーがファーストがブルベ夏、セカンドがイエベ春の ENFP です。よろしくお願いします。ということで、1着目のコーデご紹介したいと思います。レッツゴー。はい、ということで1着目のコーデがこちらです。パパーン、かわいい。うねうねのシアキャミを使ったコーディネートになります。キャミワンピースがデザインが凝っていて目立つので、他のものはシンプルに抑えてみました。 AOD の前のコレクションで大人気だったうねうねシリーズの新作になっております。このキャミワンピースは、とにかくね、このうねうねのデザインがめちゃくちゃ可愛いんですけど、これ私がこう一本一本いい感じになるように手書きでデザインさせていただきました。よかったらサイトの方で全身を見てみてくださると嬉しいなと思います。このうねうねのね、線の方も手作業で縫われておりまして、めちゃくちゃ大変らしいです。工場の方がすごい試行錯誤して綺麗に一本一本縫ってくださっています。なのですごいね、時間がかけられてる、時間がかかってる、デザインするのにも時間かかったし、生産するのにも時間かかってる、すごく思い入れのあるキャミワンピースになっております。で、形としては体のラインを拾わないようにちょっとゆったりめな A ラインにしました。なので、なんか普通のキャミワンピースって結構タイトなものだったりとか、きつめのもの多いと思うんですけど、中にニットとかちょっと大きめのパーカーとか着てもらっても着れるワンピースとなっております。で、おすすめポイントとしては、この裾のシアーの紺のね、シアー生地と回った時にこの一本一本ね、紐の先が揺れるのがめっちゃ可愛いと思うんですけど、どうですか？めちゃくちゃ可愛くないですか？こんな感じで上にパーカーを着てもらって、スカートの代わりとして活用するのも可愛いんじゃないかなと思います。ちなみに肩の紐はアジャスターがついてるので、低身長さんも高身長さんも着ていただけるワンピースになってるんじゃないかなと思います。ということで、次、続いてのコーデはこちらです。こちらは今回のコレクションの、一番メインのワンピースになるのかな、アネグロワンピースを使ったコーディネートになります。リボンのデザインが特徴的で、このね、サテンの生地感が超可愛いワンピースになってます。結構パッと見はシンプルに見えると思うんですけど、ウエストのギャザーだったりとかカフスとかにこうデザインを入れておりまして、特になんか今年はリボン流行りっていうのもあって、目立たないけど流行りを取り入れたワンピースを作ってみました。これね、実際に着てもらうと分かるんですけど、めっちゃ着心地が良くて、シンプルだからこそすごく生地にこだわってます。近くで見るとこんな感じで、ちょっと若干光沢感があるのと、軽めのシワ加工みたいなものが入っておりまして、すごく高級感があります。こちらは1枚で完成するワンピースになってるので、コーデに悩まずに1枚で着ていただきたいです。で、首元のリボンの部分は、今は普通に結んでるんですけど、クロス留めとか自由に楽しんでいただけます。このワンピースすごい生地をたっぷり使用してるので、回るとめっちゃ可愛いんですよ。動いた時がすごい可愛いので、デートとか、あとなんか大事な時の予定にぜひ着てほしいです。ウエスト部分はリボン2段階に分かれているんですが、ウエスト部分をギュッと絞ることができるので、フリーサイズなんですが、自分の体型に合わせて一番綺麗な形で着ていただけると思います。こんな感じでトップスにクロップド丈のニットとかを合わせてもらえると、
またちょっと違った感じの着方ができるんじゃないかなと思います。この上からリボンを出すのがめちゃくちゃおすすめで、超可愛いです。私的にはこの着方が一番推しコーデかな。ということで次、続いてのコーデはこちらです。ババーン、ババーン、レースのスカートパン。めっちゃ急に入ってくるじゃん。びっくりした。元気になった？いや、これ変だ、ちょっと変だね。左もだよ。でも嘘、嫌だな。え、喋ってない冒頭でそのヘックさんのこと。あ、ちょっと喋った、ちょっと喋った。うん、あの風邪ひきましたね。はい、なんか体調あるあるです、二人とも。なのでちょっといつもと声が違うんですけど、レアだなと思って聞いていただければと思います。はい、ということで続いてのコーデがこちらです。だん、レーススカートパンツを使ったコーディネートになります。可愛いです。これめっちゃ可愛いよね。なんかちょっと複雑なボトムスに見せかけて、割とシンプルでボタニカル柄のレースのパンツの上にラップスカートみたいなものが巻かれている、肩にかけられるワンショルデザインのものになっております。で、今回はボトムスが結構特徴的なデザインなので、トップスとか小物は控えめな同系色のものを選びました。中にペチコートがついてるので、インナーを気にせずに着れるのがすごくいいところと、あとこのワンショル部分がベルトになってるんですけど、そこで調整ができるので低身長さんも高身長さんも着ていただけます。ちなみに148センチの子も着れたので、幅広い方引きずらずに着用していただけるんじゃないかなと思ってます。今回は春先をイメージしてリブニットを合わせてみたんですけど、もう少し暖かくなってきたら T シャツだったりとかノースリーブのアイテムと合わせてもめちゃくちゃ可愛いと思います。今はまだちょっと寒いので、こんな感じの短めのカーディガンだったりとかニットなんかを合わせて着ていただけると年中着用していただけると思います。ちなみにウエストはゴムになってるので、めちゃくちゃ食べる日でも大丈夫です。ということで次、続いてのコーデがこちらです。ババーン、チョーカーブラウスを使ったコーディネートになります。このビッグカラーが魅力的なブラウスなんですけど、結構形とかデザインはシンプルにしているので、今回はカジュアルなコーディネートを組んでみました。蓋はちょっと明るめの春先っぽいデニムパンツにスニーカートートバッグを合わせて、割と通勤だったり通学だったりバイト先とかお友達と遊ぶ時とかいつでも着ていただけるようなコーデなんじゃないかなと思います。左右から出てるチョーカーの紐は今はちょっと後ろにね軽く結んでるんですけれども、前でリボンにしたりとか、あとはぐるぐる巻きにしてちょっと紐の数を増やしてみたりとか、気分に合わせていろんな形で結んでいただけます。こちらのブラウスはちょっと後ろ下がりなデザインになってたり、腕の部分ですね、あの太さが目立たないような形にしているので、体型気になってる方とかはめちゃくちゃおすすめです。で、私個人的な意見なんですけど、スクエアネックだったりとか首元が空きすぎてるデザインがあんまり得意じゃないので、空きすぎないギリギリのラインを狙ってデザインしてみました。で、ちなみにこのチョーカーの部分は今つけてるんですけど、中に入れてもらえるとつけないようにもできるので、お手持ちのネックレスとか結構骨格ストレートの方とか肩が張ってる方であんまり首元に何も持ってきたくないよっていう方はつけずに楽しんでいただくこともできます。今回はこのデニムスタイルだったりとか、あとスラックスパンツなんかでもっとオフィスカジュアル寄りのコーデを組んでみたんですけど、マーメイドスカートだったりとかタイトめのボトムスを合わせるとかなり綺麗めなコーデに持っていくこともできて、本当に万能なブラウスだと思います。ちなみに近くで見ていただけるとわかると思うんですけど、もうねこのね生地がめちゃくちゃ可愛いの、伝わるかな、このなんか謎模様な控えめなモチーフ柄って言えばいいんですかね。しかもシワになりにくいので、なんか適当にポンって置いててもセーフです。私ちょっとズボラなので、たまにお洋服とかをポンポンポンってちょっと重ねてね、ソファーの端っこに置いてたりすることあるんですけど、これマジでシワになんなくて、めっちゃ焦ってる朝とかに急いで着てもごまかせます。なのであのズボラさんにおすすめのブラウスになっております。今回は着用してないんですけども、キャミワンピースと合わせてこう襟だけビッグカラーの部分だけを出すスタイルもめちゃくちゃおすすめでございます。
はい、ということで今回は春の先取り4コーデをご紹介させていただきました。いかがでしたか？ちょっとね、声がこもってて聞き取りづらい部分だったりとかあったと思うんですけど、本当にすみません、早く直します。私個人としてのおすすめは一番最後のブラウスのコーデとか、あとはリボンデザインのワンピースが、個人的にはちょっと春先可愛すぎないラブリーコーデを推していきたいなと思ってるので、おすすめのアイテムとなっております。今回はかなりシンプルなデザインのものが多いと思うので、こうボトムスだったりとか小物で遊んでコーデを組んでみるのも面白いんじゃないかなと思います。今日ご紹介させていただいたアナザーオーディナリーデイの4アイテムが本日の23時59分までの販売なので、ぜひ気になった方はサイトに飛んで見てみてください。よろしくお願いします。ちなみにめちゃくちゃ可愛いオリジナルのキーホルダーのノベルティもついてくるので、そちらもぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回はちょっと一人で申し訳ないんですけれども、次回は二人でコーデ組めるように体調を直していきたいと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。